愛国山は中華人民共和国遼寧省大連市錦州区にある山で海抜663メートルである。遼東半島南部の最高峰で大連市民の憩いの場である。大黒山の南嶺から北へ山頂を望む大黒山は遼寧省大連市錦州区にある山で海抜663メートルで錦州区の町の東、開発区のすぐ北に位置し、頂上からはを望み、晴れていれば素晴らしい眺めが楽しめる。両南の最高峰で大連市民の憩いの場である。遼寧省の東北から南西に向かって走る仙山山脈の最南端にあたるが、この山脈からは離れていて独立山塊になっている。岩山が深く浸食されてできた崖が多い。山塊の西側に清水が湧き出す場所が3カ所くらいあり、市民が自由に採水したり、専門的にとって大黒山鉱泉水として売り出したり、また、響水管の楊貴陰道には、1年365日常時、湧水が絶えない洞窟がある。山椒、安山市の仙山柏などの広葉樹もあるが、ほぼ松などの針葉樹である。5月にはあちこちで野生のライラックが咲き、いい香りを漂わせ、5月から6月にかけて偽アカシアが咲き、7月にはユスラ梅が取れる谷がある。動物はあまり見かけないが、5月には格好が鳴き、キジも鳴き、秋にはキジが飛び交うのが見られる。今大黒山と呼ぶところに、高栗が火砂城を築いたと言われている。隋の煬帝は出部下を派遣して火砂城を奪った。唐の初期、大宗李世民は自ら高栗へ遠征し、645年にここ大黒山の火砂城を奪い、修復して、その城壁が大黒山の南方に今でも一部残っている。また、頂上近くの東王殿には李世民の像も祀られている。ただし、大宗が自ら高栗遠征に参加したことは事実だが、彼が実際に錦州まで来たかどうかは疑問とする学者も多い。日清・日露両大戦で日本軍は遼東半島の東海岸に上陸して、当時は大和名を山と呼ばれた大黒山を目印として、まず近くの錦州を攻撃し、そこからさらに南西方面へ旅順港を攻撃している。第二次世界大戦終了後は、頂上に中国人民解放軍の無線通信は設置され、軍隊も駐屯している。次のような名称がある。古来有名な錦州古八景の4つが大黒山にある。大黒山は様々に登山が楽しめ、登山路入り口の主なものは4つある。特に西口コースは、東京都の高尾山、大阪府の生駒山、神戸市の六甲山に相当する、大連市民が一度は行く。ポピュラーな行楽コースである。大黒山の頂上には軍隊の通信施設があり、そこには入れない。ありがとうございます。